塩川哲也君。日本共産党の塩川哲也です。今日はあの選挙制度について質問をいたします。明治以降の歴史を振り返った場合に、こう選挙権、参政権をひも解けば、1874年明治7年に板垣退助らが民選議員設立憲白書を提出をしたことが口火となって、自由民権運動が大きく広がり、議会制定を勝ち取りました。しかし選挙権は一部の高額納税者のみ、成人男子すべて赤紙が来たら戦場で命を懸けて戦わされるのに、政治には全く意見を届けることができない、これはおかしいと不正運動が広がって、1925年に男子普通選挙が実現をしました。また女性の社会参加を認めない時代に、女性を一人前の市民として認めさせようという女性参政権獲得運動が広がって、これが戦後の女性参政権実現につながりました。総理にお尋ねいたしますが、このような国民の絶え間の運動が選挙権の拡大をもたらしてきたと思いますが、総理はどのようにお考えですか。安倍内閣総理大臣。我が国の選挙制度はですね、明治22年、衆議院議員選挙法が制定されまして、調節国税15円以上の25歳以上男子に限定した成年選挙で始まったものでありますが、その後選挙権拡大に向けた、いわゆる不正運動と呼ばれる社会的な運動を通じて、累次の納税要件の緩和を経て、大正14年1925年にようやくその普通選挙の実現を見たものと承知をしております。また女性の参政権については大正時代より婦人参政権獲得の運動が行われましたが、第二次世界大戦後の昭和20年12月に女性にも参政権が認められることになり、20歳以上の完全普通選挙が実現されたものと承知をしております。このように完全普通選挙はですね、歴史的にも社会的にもさまざまな経緯を経て実現したものであり、こうして我が国が得た選挙権は我が国の民主主義を支える重要な国民の権利であると認識をしております。塩川君。今総理からお話ありましたように、不正運動や婦人参政権、女性参政権獲得運動、こういう取り組みの中で民主主義を支える国民の権利が拡充されてきたというお話を確認をいたしました。このように総理もお認めのとおり、国民の運動を通じて選挙権は拡大してまいりました。国民主権を確立した日本国憲法の前文は、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しと始まりますが、これは議会制民主主義、代議制民主主義の原理を表すものであり、その議会制民主主義の根幹をなすのが選挙権、参政権だということを示しております。このように国民の選挙権獲得の戦いは日本国憲法にも刻まれているものであります。そこで総務大臣にお尋ねをいたします。今年6月から18歳選挙権が実施をされます。民意がさらに議会に反映され、議会制民主主義の発展につながるものと受け止めております。18歳選挙権によって新たに選挙権を有する者は何人になるのか、その結果人口に占める有権者の割合は何パーセントになるのか、お答えください。高市総務大臣。年齢別人口まで公表されている直近の国勢調査ということになりますと、平成22年の国勢調査になるんですが、これをもとに申し上げますと、平成28年に18歳19歳になると見込まれるものはですね、当時の国勢調査の時に12歳13歳でいらした方々ですが、合計で約240万人でございます。でまた平成27年10月1日現在の国勢調査速報値における総人口は約1億2700万人でございますから、18歳19歳になると見込まれるものの総人口に占める割合は約 2% でございます。この、お若い方を含めて、全体の、有権者数は6640万人ですから、総人口の 52% に当たるということでございます。あ、ごめんなさい。
すみません、有権、あ、よろしいですか。有権者人口が6640万人でございます。もっとだ、それ少ないでしょ。もっとだと思う。ちょっと待って、少ないですよ、1億人近い、総人口が、ちょっとごめんなさい、委員長。あ、ちょっと失礼しました。ちょっとあの確認してもらえますかね。あのその重ねてお聞きしますけれども、まあ、基本的な話ですからね、はい、あの総務大臣お尋ねしますが、この有権人口に占める有権者の割合について聞いているわけですけれども、1890年の最初の選挙の時の人口に占める有権者の割合が何パーセントかということが1点、それから1928年の男子普通選挙によって人口に占める有権者の割合が何パーセントになったのか、そして今回の18歳選挙権で人口に占める有権者の割合が何パーセントになったのか、この3つをお答えいただけますか。高市総務大臣。すみません、まず1890年でございますね、人口に占める、有権者の割合は約 1% でございます。そして1928年、人口に占める有権者の割合は約 20% で、ございます。から1946年も、はい、1946年、人口に占める有権者の割合は約 49% でございます。で、先ほどの問いに、ついてでございますが、やはり18歳19歳を含めた有権者数6640万人、人口に占める割合が、52% ということで間違いがないと今事務方の、ちょっと止めてください、ちょっと止めて、委員長止めてください、委員長止めて止めて止めて、ちょっとおかしいですね、止めて止めて、委員長即興止めてください。質問も答えられないというのは極めて重大だと言わざるを得ませんが、あの、まあ、大体あの8割を超えて 84% ぐらいになるわけですよ、当然のことながら。そういうふうにあの今答弁含めて、まあ、いわばその1890年の最初の選挙の時には有権者わずか 1.1% です。それから1925年の男子普通選挙の時には2割、そして戦後の女性参政権、そして20歳以上の選挙権になって5割、そして現在では8割強へと前進をしてきたわけであります。で、18歳選挙権は70年ぶりに有権者を大きく増やすことになります。で、そこであの重ねて総務大臣ですが、あの民意が議会に反映されてこそ議会制民主主義の発展につながります。ところがこの予算委員会で議員定数を削減するという議論が行われております。そこで議員定数がどうあるべきかを議論したい、衆議院議員定数がどのように推移をしてきたのか総務大臣に確認しますが、1925年の男子普通選挙の時の定数は466、それから1945年の女性参政権、女性選挙権、20歳以上選挙権の時の定数は468、しかし、この時は全面占領下の沖縄では選挙が実施されなかったために1946年選挙では定数466で選挙が行われました。その後中選挙区制の下で一票の格差是正などを通じて512となりましたが、1994年には小選挙区比例代表並立制が導入されて500となり、比例20、選挙区5削減されて475に減らされてきたわけですが、この数字で間違いありませんね。高市総務大臣。ご指摘のあったとおりでございます。あの先ほどの答弁、修正させていただきます。ちょっとあのご通告の趣旨が18歳19歳、と見込まれるものの総人口に占める割合というところまでしかあの役所の方で聞き取っておりませんでした。申し訳ありません。あの、有権者数、1億635万人、84% の割合です。失
礼いたしました。塩川君、あの定数についてのはあのその通りということで確認をしていただきました。で今回この475削減をして、あのこれまでの戦前の男子普通選挙の466、それをさらに割り込み465にするという、そういう意味でも最も少ない定数にするという話が出されているところであります。でそこで男子普通選挙実施の時の定数466の根拠について総務大臣にお尋ねします。1925年の第50回帝国議会で若槻礼次郎内務大臣は人口12万につき議員1人を配当すると定めたと述べておりますが、間違いありませんね。高市総務大臣。ご指摘のとおり、1925年の男子普通選挙権、選挙法案の提案理由説明において、若槻内務大臣は、各府県について人口12万人につき、議員1人を配当するの割合を定めましたと述べておられます。委員長。塩川哲也君。人口12万人に1人、人口12万人につき議員1人を配当する、配分するというのが基準だったわけであります。でそこであのパネルをご覧いただきたいんですが、あの男子普通選挙実施のときに、人口12万人につき議員1人を配分すると定めましたが、あの主要国の国会議員、下院における1人当たりの人口を見ていただくと、イタリアは人口6023万人に対し議員定数630で、議員1人当たり人口は 9.6 万人であります。で同様にイギリスの議員1人当たり人口は 9.8 万人、それからカナダは 10.4 万人、フランスは 11.1 万人、ドイツは 13.5 万人で、日本は1925年の男子普通選挙の時に 12.8 万人で、現在が 26.8 万人です。で、連邦制のアメリカは72.2 万人という数字になっております。あの衆議院の事務総長に確認をいたします。衆議院選挙制度調査会の答申の説明でもこういう中身について、記載をしていると思いますが、確認したいと思います。衆議院事務総長、向こうの真嗣君。お答えさせていただきます。今先生がおっしゃったことと、パネルに書いてあること、これいずれもですね、調査会の、答申の中の説明、および参考資料にございます。委員長。塩川君。あの主要国においては議員1人当たり人口が約10万人程度であります。で日本でも男子普通選挙を実施した1925年当時は 12.8 万人、若槻内務大臣が答弁しているように人口12万人につき議員1人を配当すると定めた通りであります。いわば主要国と同等の議員配分となっていたのに、それが今では約27万人までと増えてしまって、大きくかけ離れるような状況になっております。でもう一旦衆議院事務総長に確認をしますが、この衆院選挙制度調査会の答申においては、あの現行の議員定数についてどのような評価をしているのか、その部分を読み上げてください。向こうの真嗣事務総長。はい、お答えさせていただきます。答申では現行の衆議院議員の定数は国際比較や、過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出しがたいと言っております。ただその一方で衆議院議員の定数削減は多くの政党の選挙公約であり、主権者たる国民との約束であるともして、今回の定数削減案が提案されたものと承知いたしております。塩川哲也君。講談の部分はこの調査会そのものが定数削減ということを諮問事項にしているから、結果としてこういう数字を出してきているということで、この調査会の答申が意味するところは、今前段で述べたように、衆議院議員の定数は国際比較や過去の経緯などからすると多いとは言えず、これを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出しがたいと
言っている通りであります。議員定数を減らす根拠がないということを述べております。でパネルをご覧いただきたいんですけれども、まあ、この問題について少し立ち入って調べてみました。人口有権者数および人口10万人あたりの衆議院議員の推移ですけれども、1人当たりの議員数は今が最も少ないということを紹介をしているものです。これは1890年の高額納税者に限った制限選挙時から最小の男子普通選挙時まで、ちょっとギグザジグザグになっていますけれども、人口10万人あたりの衆議院議員数は 0.8 人前後、こちら軸に書いてありますけれども、でこれは日本においても議会制定時は主要国と同様に議員1人当たり人口が約10万人程度としていたのを反映をしております。しかしそれが現在は 0.4 人を切っている。人口が増え有権者数が増えたにもかかわらず議員数は増えるどころか減らされて、歴史的に見て今が人口当たりの議員数は最も少なくなっているということがこの赤いグラフで見ていただける通りであります。でそこで総理にお尋ねをいたします。答申の説明は議員定数削減が何をもたらすかを指摘をしておりました。国民が国会に代表を派遣する権利を弱体化をさせる、国民の代表議会としての国会の機能強化を後退させる、またさらには行政府との緊張関係、つまり政府への国会の監視機能が弱まるということを述べている。このように答申は議員定数削減の合理的根拠がないとしております。日本の議会制度の歴史を見ても主要国との比較でも定数を減らす根拠がありません。で総理はこの予算委員会におきまして、この答申が出された直後の2月15日の予算委員会ですとか、あるいは今日の委員会を通じても、確か調査会における結論としては定数削減をする必要がないとなっていると述べておられます。その通りでよろしいですか。安倍内閣総理大臣。それはその通りでございます。石岡君。でこういった答申は定数削減をする必要がないという結論になっているということを総理も語っている通りであります。でそこで3年前の予算委員会で我が党の小二議員が総理に対し、質問をいたしました。その際総理の答弁の中に、行政府の長である私が議員の削減の話をするというのは本来私も抵抗を感じている、行政府の長としてはチェックする皆さんの数を減らすということについて積極的にどんどん減らした方がいいということを言うべきではない、 OECD の中においても最も国民の一人当たりの議員の数として少ないというのは事実と述べておりました。でそうしますと答申には議員定数削減をする必要がないということが書いてあるわけですけれども、総理自身が定数削減に根拠がないということはお認めになりますか。安倍内閣総理大臣。これはですね、まさに各国の状況を見ていくとですね、決して日本は一人当たりの有権者が少ないとは言えないということでございます。それとまた私自身がですね、行政府の長としていわば議員、いわば行政府をチェックする国会議員の数を減らすということについて積極的に発言することについては抵抗感を感じるということについてお話をさせていただいた。それは変わりがないわけでありますが、同時に私は自由民主党の総裁としてですね、消費税を引き上げていくということに鑑み、我々も身を切る改革をしなければならないということにおいて定数の削減をお約束したのは事実であります。ただその際ですね、その際どのように変えていくかということについては野田当時の総理大臣との討論の中におきましても、共産党やですね、社民党といった党等も存在し、そういう党とのですね、議論も必要だということは申し上げている通りでございまして、議員定数の削減については私は自由というの答申をですね、尊重するという立場でございましたので、政治的にこれは尊重しなければならないと、このように考えているところでございます。塩川哲也君。答申を尊重すると言いますけれども、答申そのものが大前提として定数削減を してくださいという諮問になっているわけですよ。それは我が党などが反対したにもかかわらず、一部の党がこういった枠組みを作って議長にそれを要請するという中での調査会ができて、その答申ですから、そのやっぱり入り口そのものがね、おかしいんです。
間違っていると言わざるを得ません。でそういったときに総理はこういった定数削減をする必要がないということについてもお認めになった上で、一方で身を切る改革という話をされました。でこれはもともとこのような今回の定数削減の話が出てきたというのは民主党野田政権の時でありまして、国民の皆さんに消費税増税をお願いする以上、政治家も身を切る覚悟が必要だと野田政権が言い出して、自民公明も一緒になって消費税増税を国民に押し付けることと一体で定数削減を持ち出してきた。それがきっかけということですよね。安倍内閣総理大臣。これはきっかけとしては今申し上げましたように消費税増税をお願いする以上ですね、議会においても議員においても身を切る改革を行わなければならないという観点からですね、私どもも公約に入れたところでございます。塩川君。ですからそこで戻るんですけれども、その公約で定数削減を掲げるんだけれども、その掲げた公約の定数削減の根拠がないんじゃないのかって話になるんですよ。定数削減という公約そのものに根拠がないんじゃありませんか。そうなるんじゃありませんか。安倍内閣総理大臣。根拠を何をもって根拠とするかということでございますが、いわば国際的な比較をしてですね、一人国会議員に対する有権者の数がこれは少なすぎるということを根拠とするということについてはですね、そういう意味においては少なすぎることはないという意味においては根拠はないわけでありますが、他方ですね、政治的にまさに消費税を引き上げていく以上、我々も議員の数を削減をしていく、これも税金が歳費として私たちに支給されている以上ですね、国会議員の数を減らしていくべきだという議論の中で、我が党もですね、他の党もお約束をしたところでございまして、今回の答申もですね、いわば定数削減は必要ないとする一方ですね、2つの決定をしているわけでありまして、とする一方ですね、各政党が国民と約束をしているから10減らすべきだと、こう言っているわけでございまして、我々はこれの答申に従っているということでございます。塩川君。河野洋平元衆議院議長は読売新聞のインタビューで、消費税などの負担を国民に強いる以上は国会も身を切る改革が必要だとの主張がある、だが定数削減で切られるのは有権者の権利だ、答申も指摘しているように衆院の定数は欧州の下院と比較しても多いとは言えない、欧州では議員1人当たりの人口は10万人程度だが日本は約27万人だと答申の中身にも触れて指摘をしておられます。で消費税を押し付けるために国民有権者の権利を侵害する議員定数削減を行うということは全くの筋違いではないでしょうか。安倍内閣総理大臣。元議長のですね、議論もこれは一理あるんだろうと、このように思うわけでありますが、しかし私どももこの消費税を引き上げる上において、議員定数の削減という形において、身を切る努力をしていくという お約束をした以上ですね、政治的な約束を果たす上において、私は重削減をすると、こういう答申の中にも書かれているこの重削減について行うべきだと、こう考えているところでございます。塩川君。その定数削減の根拠がないというのが答申の要であるわけであります。暮らしと営業を破壊をする消費税増税を押し付けた上に、国民の選挙権を侵害する議員定数を削減するなど二重に許しがたいと言わざるを得ません。消費税増税は中止、議員定数削減はきっぱりやめることを強く求めるものであります。でそこで国民の選挙を侵害しているのは議員定数削減じゃありません。このパネルを見ていただいたように小選挙区制の問題があります。小選挙区制における第1党の得票率と当選者占有率はまさに4割台の得票で7割台の議席、得票と獲得議席の乖離が生まれているというのが明らかであります。で小選挙区制の最大の問題は比較第一党の虚構の多数を作り出す一方で、少数政党は得票率に見合った議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められ、多様な民意の反映を大きく歪めるものとなっています。小選挙区制による虚構の多数議席の力で国民多数が反対した、
憲法違反の安保法制、戦争法成立を強行した。国民からなぜ国民多数の声が反映しないのか、これが正当な国民の代表と言えるのか、主権者の声を聞けという声が上がっています。国民との乖離を生み出した小選挙区制の害悪は明らかであります。小選挙区制というのは一票の格差是正も困難にします。このような小選挙区制はきっぱりと廃止をして、民意を反映した選挙制度への抜本的改革を強く求めて質問を終わります。